はい、今はもう7時半ですね。1時間半経ちました。材木座の奥でやってますけどね。これはナベリカーのちょうど満期、300m かな。シラス船があそこでシラスを魚に取ってます。今日はあんまり上がってないみたいだけどね。富士山は相変わらずはっきり見える。波はほとんどない。さっきカワハギがありましたね。ボツボツとしか引かないのでね。やはりこういう海がこの荒れた後はあんまり釣れないのが普通だよね。うわ、まあ浮かんでるだけで、この素晴らしい、空を眺めるだけで最高だね。ああ、いいな。クマウォッチだね。クマウォッチと風ウォッチと、いい風が今、いい風が出したね。沖合からね。この波紋を見るだけでも楽しいよね。だから葛飾北斎の富岳36景とか何とか見ても、この、波をねあれだけ見事に再現できるのは、ほどのね、目の瞬間シャッターがピシピシッといってるのね。一瞬にしてあれを静止状態で把握するっていうね。画家はそういう能力が一番求められるんだろうね。これは明治のあそこでやってるかな。キラ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 海に浮かんで太陽と大テントさんがあそこだしね。いいね、この風景、光景たるや最高だね。これがハイビジョン、HD高画質で見るだけでも幸せだ。臨場感あるわな。はい、こういう感じです。お魚さんは遊んでくれませんね。サーファーもかわいそうにね、パトボがボツボツ出てきたな。これが材木座海岸ね。こっちがマリーナだよ。シラス船さん頑張ってね。シラス船さん頑張ってくれ。